ラビットミューがスピードで撹乱し、そしてライディン鋼が重い技で仕留めるというのは、方程式が出来上がっているのでしょうか。4度目の防戦を迎えます。安定政権に入りつつあります、タッコーチャチーム。オラドーラ政権 R。 大分チームが出したその右手をパチンと叩き、開始のゴング前から襲いかかったのはチャレンジャーチーム。まずはレオンを孤立させ、ミューが串刺し、そしてライディンも串刺し、2人がかりの攻撃から、鋼はうまくパートナーのミューを使っております。そしてジャーボディープレスですが、これは足を出されてしまいました。今度はミューが行きます。このミューをボディスラムで投げてライディンの上に落とし、レオンさらにダブルフットスタンプ、先制を許したオーディングですが、すぐさま流れを自分たちのものにしてしまいました。この辺はしたたか。そしてタクチームとしてのキャリアも豊富、ダブルドロップキックで同感のライディングを吹っ飛ばします。気がつけば王者チーム余裕を持っての試合運び、分断するつもりだったのが分断されてしまったのがチャンピオンチーム。ライディハイが王者チームに捕まっております。ボディスラム、持ち前のパワーでレオンを抑え込みますが、肩を上げます。さあタッチいたしました、ラビットミューの登場。さあこのラビットミュー、JWDT ジュニア、および POP 王座を保持しておりましたが、やはりジュニアクラスという、イメージをやはり持たれておりました。しかしここに来てタッグ王座に狙いを定めました。スピード、そして勝ち気なその性格、こういったものは折り紙付きです。139センチという身長でこのプロの世界に生き抜いていくには、やはり勝ち気でなければなりません。負けず嫌い、そして恐ろしいほどスピードを誇ります。場合によってはなかなかえげつない攻めも見せるのがこのラビットミュー。その辺は王者チームも警戒していることでしょう。さあレイがガラッチマット背中にドロップキック、部長でボディスラム、横地方で固めますが、それをグリッチでくぐり抜けました。至近距離から頭を蹴飛ばしましたが、ロープ一本のところでレオンが足を出す、ニヤリとしたレオン。またしてもレイとのダブルの攻撃か。これをミューがかわして同種させる、突っ込んできたところに投げを見せてレイのクロスラインをかわし、これも変化自在のいい動き。ここにライディングがラリアット、これもライディングのアシストを受けてのスイング DDT をリング中央で殺害させました。さあどん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 動いていくラビットミュー。ラビットさあ失敗をすることなくライディング鋼にタッチいたしました。これにより自分のロスしたスタミナを回復することができます。回復している間パートナーのライディング頑張る。さあこれまた今度はレイがレオンにタッチです。ミサイルキック、滞空時間が長い。味方を上げたのはチャレンジャーライディング鋼。ライディング鋼はまだ、プロ入りしてベルトを巻いたことがありません。この試合に勝てばプロ入り初体感となります。いいものは持っていると誰もが認めます。柔道をベースにした力強い攻め、そしてこの恵まれた体格、このように正面からタックルも
がっちりと受け止めてしまいました。型破りな試合ができるというのはこの第1ラウンド。しかし丸め込まれる A 型目 B 型目カウント2で返す。さらにレオンの動きも加速度を増してきました。低空ドロップキックでライフィンをダウンさせる。さあ全国の YMO ファンにとってやはりこのライフィン鋼のチャンピオンになってほしいと思うでしょう。そこがハローディーの坂本龍一の高橋幸宏もライフィン鋼がチャンピオンになることを願っているに違いありません。キャッチしてコーナーに叩きつける。すぐさまレイがワンダイブ式のドロップキック、低空ドロップキックをヒットさせます。試合時間5分経過。膝下タックル、ガクルと思わず両膝をついたライディン。おーと両腕ラリアットでチャンピオンを吹っ飛ばしました。しかしダメージがあるのでここはタッチした方がいいかと思われますが、構わずカナディアンバックフィーカーに持っていきます。そこからコーナーにセットしました。逆さずり状態、突進するライディーン、コーナースプラッシュを見せました。さらに距離を取ってもう一度突進、今度はラリアットはかわされる。そこにラビットが入ってきてブロッキックだ。2人がかりの攻撃、エースクラッシャーとブルドッグギヘッドロックの合体殺法。これはリバーススプラッシュを落とします。カウント2、自力で返しましたレオン。しかし今のはダメージが大きい模様。お腹のあたりを抑えて悶絶しております。さあここは攻めどころです。ライディン鋼コーナー最上段からダイビングボディプレス、これはかされてしまった。今度はお腹を押さえるのはライディンの番。そこを狙われます。膝3発入れます。キャッチングパースラム、これも自力で肩を上げました。ここでラビットのタッチ、ラビットミューが青コーナー最上段に上がっております。ミサイルキック、ミサイルキック、もう一発、今度はニュートラルコーナーからミサイルキックです。ミサイル弾2連発、2発放ってホールに行くがカウント2。ジャーマン狙い、この小柄な体型から素晴らしいブリッジを見せます。ラビットミュー、おっと正面から張り手、これにはちょっとぶつきたか。あーしかも声すごい張り手だ。百裂拳のような速さでした。動きだけではなく張り手も速い。あーしかしなんとこれ人を人扱いしてない落とし方をしましたレオン。あの張り手にぶつけれたか。場外にライディンとミュウを落とし、セットし、レイがラッキーグラードを狙うが、これは足を引っ張った。ライディンが足を引っ張ってこれをリスに終わらせる。そしてすぐにラビットがコーナー最上段に上り、場外へダイブ。場外プランチャーが炸裂。目まぐるしく攻防が入れ替わります。無造作に場外に投げ捨てられた時にはラビットミューどうなるかと思いましたが、すぐさま復活。そしてこれはリフトアップしてそのミューをリング下の王者チームに投げ捨てました。この辺はラビットミューとライディン鋼ミューがなければできない連携。ライディンのパワーとそしてラビットのこの小柄な部分を生かした連携プレーでした。合体プレーでした。さあ流れが変わったでしょうか。場外戦を最終的に制したのはチャレンジャーチーム。セットしたレオンにファンタスティックフリップを狙う。それでも返します。さあ徐々に王者チームが追い込まれておりますが、この流れを変えることができるか。カウント2、今度はさすがにレイがカットに入りました。
かしチャレンジャーチームの優勢は変わりません。ライディンがレイをなんとか、あしかしレイがそのライディンのディフェンスをかいくぐってラビットの動きを止める。今度はレオンがカバーコロナダルスキキャプチュード。試合時間10分経過がしました。今のところは石井ったっていいのではないでしょうか。王者チームが攻勢のところもあればチャレンジャーチームが攻勢のところもあります。リガタネからキャプチュードバスターをディフェンスした。すごいすごいスピア、カンバ回転式スピア、ここで出た回転式スピア、しかしカウント2だ。今の衝撃的なスピアでミュウの動きが止まってしまった。あれだけ動いていたラビットミュウが一発の技で止まってしまう。しかしこれをなんとか丸め込んで逆襲転じるか。カウント2、丸め込みはしたんですがダメージはまだ拭えておりません。後ろ回し蹴りスピンキック、もう一発スピンキック、これかわしエルボーバット、エルボーバット3発目、5発いく、5発いく、6発いく、7発いく、8発目いった、9発いく、10まで届いた、まだいく、12、13、13発から14発目、それでも倒れない、さあ、まだいく、まだいく、20発に到達、この表情をご覧ください。正面から体全体を使ってのエルボーバットいきますが、それでもレオンはダウンしない。さあバックを向いた、おー持ってったブリッジを利かしたんですがカウント中。さあ今の技ラビットスーペックスホールド、ジャーマンに持ってきましたが、これもカウント2止まりということでまだ攻めなければいけなかったんですが、ここはレオンの反撃を許してしまいます。お互いタッチいたしました。パートナータッチ、レイとライディン鋼になりました。ここはスピードで上回るレイが華麗な動き、機敏な動き、スリングブレード、そして再び2人がかりの攻撃に行きます。3キロチーム、しかしこれはなんと2人をバックドロップで持っていった。すごいすごい、バックドロップバックドロップ、そしてミュウがエルボーラリアット、動きを止めた。これはレイですね、レイに向かい、なんだなんだなんだ、何を出すんだ、カバンダーライディンを踏み台にしてのダブルフットスタンプ、そしてリバーススプラッシュ、連携連携決まったが、あレオンがカットに入りました。さあこれでスリーカット出しになるか、苦しみながらもレイが肩を上げました。しかしチャンスには変わりません、チャンスには変わらない。さあライディーン、ここでレイを仕留めることができる、あここでレインが入、レオンが入ってきた、スピアをぶちかまします。そして敷地番内、一進一退の攻防が続きます。タック2冠王座戦、新宿大会セミファイナル、新チャンピオン誕生か、それとも王者が防衛をするか。あーっとこれはミサイルキックが誤爆してしまった。これは痛い、これは痛い。そしてこれはおーレオンストーン、そこからレイが
ムーンサルトプレス。これも大泉らしい連携でしたが、リュウが体ごとぶつかるようにカットに入りました。しかし分断されてしまう。どうやらレオンはレイに託した模様。ここが勝機、レイはあとはライディー鋼を仕留めるのみです。おしかしここでラビットミュウが入ってきて投げっぱなしのジャーマン。そしておおレイを踏み台にしての今のスパナーでしょうか。ライアット15分経過いたしました。さあここはチャレンジャーチームライディーンのチャンスだぞ。さあこれはレインメーカーを狙うがかわされる。前方から飛びつき村がこれを襟型で返す。あーしかしレオンがカットし、この襟型目はライディーンが返す。一進一退の攻防、どちらが勝つかわからない。ダブルのキック、もう一発回し蹴り、ガラ熱くなったライディーンの顔面、ソーバットがヒット、崩れ落ちたライディーン。あー右肩上げた、右肩上げた、まだ頑張る、まだ頑張るライディーン鋼。しかし息はもう耐えない。レイがここで何を制するのか。コーナー最上段に上り、アカウント3。最後はスカイツイスタープレスでレイがライディー鋼にピンホール勝ち。16分20秒。JWにてタッグおよびデイリースポーツ女子タッグ2冠王者でありますレオン・レイ組が4度目の防衛に成功いたしました。成功しましたレオン・レイ両選手に認定証の授与です。認定証レオン・レイ殿、あなたは新宿フェイスで行われた JWP 認定タッグ並びにデイリースポーツ認定女子タッグ選手権試合において見事勝利しチャンピオンを防衛しました。よってその栄誉を称え、ここに認定証とチャンピオンベルトを送ります。平成27年7月11日立ち会いにレディースポーツ編集局副次長コンデンシックテータルピー女子プロレスの人たちでした。続きましてチャンピオンベルト並びトロフィーの授与です。さあ2本のベルト、計4本のベルトともに勝利者トロフィーが渡されます。4本の防衛に成功しました。レオン・レイ組、タッグチームとしては現在無敵を誇っております。4度目の防衛成功しました。次の挑戦者、公言通り十文字姉妹指名したいと思います。7月26日の名古屋、そこで彼女たちとこのベルトをかけて戦いたいと思います。次勝てば、タッグの最多防衛記録回数に並ぶので、必ず勝ってボラドーナス
チャンピオンロード次進んでいきますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。現在 JWP タッグ王座の最多防衛記録は第34代王者の植松久枝和樹組が、樹立いたしました、5回、これが、新記録となっております。したがって次の、防衛戦でこのボラドーラス LR が防衛した場合はそこに並び歴代1位として並ぶわけでございます。その対戦相手として第43代王者になっておりますダッシュ千佐子仙台幸子の十文字姉妹を指名いたしました。